まあそうですね、ディフェンスなんかは、ね、本当に前が行く後ろがついていくっていうその連動性はね、非常にスライド縦ずれっていうところは非常に大事になってくると思うので、チャンスを演出してますからね。あ、そうですね、非常に攻撃的ですからね。清水のキックオフで前半の45分スタート、中山がボールを下げました。そして鈴木が左へ振ったんですが、ちょっとここはプレスに合いまして、速いボールをニア狙いました。跳ね返ってきたボールはここは前川に行く前に取った。追いついて入れる、あ、ポスト、鈴木唯人、絶好の先制のチャンスを逃してしまった。だと思ったでしょうね、はい。まあ、これは、ね、少し井上選手のバックパスが中途半端なので、そうですね、まあ、ここよく狙ってましたよね、はい、最後まで諦めずに。で、あとはもう入れるだけというところだった。ハイブリッド芝でかなりこう滑りやすくなっている。大分戦でも大分の選手はよく滑ってましたからね。いや、そうですよね、はい。チアゴ・サンタナか中村圭太か、チアゴ・サンタナ狙ってきた。いや、今惜しかったです。いや、ーマイティなフォワードですね、このプレーヤー、ね、そうですよね。ポストにはチアゴ・サンタナ、うん、来ましたね、先に触った、中に入ってくる、チアゴ・サンタナ左足シュート、触った前川、小林を狙いましたね。さあ、そして中山、中山横に入れる、チアゴ・サンタナ、逆サイドからシュート、走り込んだ FC ニョ、清水先制。選手もよくここまで上がってきましたね。よし、運びます、スルーパス、増山、右に広げる、桜内、クロスから豪華こぼれ球、パス、いや、面白い、いや、押し込んだ、最後は古橋、同点1対1、4試合連続のゴール、パス、パス入れてきました、豪華叩きつけた合計、まあ、ここの向き切らずに上げたこのピンポイントクロスですよね、これどう、山口つないで桜打つというところだったんですが、そしてここで長い笛が吹かれました。1対1のドロー。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。